自民党総裁選くだらねえ。党でまとめ上げた政策じゃない。まあ言ってみれば勝手なで任せ。くだらねえバラバラの政策を垂れ流し、それを聞いている国民ってバカじゃねえ。自民党からいくらもらったのか。どこの新聞も NHK も本当にひどいもんだ。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ご指名いただき誠にありがとうございます。私は憲法改正について質問させていただきます。皆様の自民党所属の国会議員でおられますから、当然にどなたが総裁になられても憲法改正取り組んでいかれるものと思いますけれども、まず第何条をどのように改正すべきか見解をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは高市さんから回答をお願いいたします。まあ、すでに自民党からはですね、党の提案として、憲法9条、また緊急事態の場合の条項の追加、それから教育、また合区の解消など提案をしております、が、個人的に私が大変興味がありますのは、12条の回ですね、この憲法が、国民に保障している自由や権利、これに対して一定の制約がかかるとしたら公共の福祉、という言葉が出てきます。でもこの公共の福祉っていう言葉がどうも中途半端でわからんばっかりに、これをできたら公益及び公共の秩序と、いうふうにしてですね、本当に国民の皆様の命に関わるような場合、財産、を奪われてしまうような場合、国家の、主権に関わるような事態が起きたような時に、制度の制限ができる、そういった形をはっきりとさせたいなというのが私の希望です。高市よ、国民の自由権利は国の公益と国の秩序とぶつかるときには制限を加えようって。高市よ、そんなのダメに決まっているだろ。高市よ、自民党の討論会本当にくだらねえ。Oh,